工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。8月20日先週土曜日ですね。はい、仙台の方で宇宙遊泳イベント参加させていただきました。本当にね、多くのお客様に来ていただきありがとうございました。まあ、そしてまあ会場はね、すごく広く使えたおかげで、すごい皆さんもゆったりお買い物していただいたかなとは思っております。はい、まあ僕のところは予約でまあパンパンだったんですけども、べちょりさんのねワークショップ、いつ行けるんだろう、行きたいなと思いながら、はい、まあそんな感じですけども、まあそうですね、どうでしたか。まあ、ガラスペン作家さんがちょっとね、今回ちょっと少なかったので物足りないなーっていう方もいらっしゃったかもしれませんが、まあまたいろんなところで宇宙遊泳イベントあります。はい、次は名古屋ですね。9月は名古屋で、10月は高松、工房節は高松、そうですね、香川県の高松市の方、初の四国です。はい、そちらの方は参加させていただきます。そして高松の後は宇宙遊泳じゃないか、そうですね、次はでも12月かな。はい、12月東京クリパですね。はい、クリパの方も工房節参加させていただきます。まあ宇宙遊泳さんの方のイベントにね、参加するようになって、まあいつもでは行かないような地方、まあ、昨年は北海道、今年は仙台と高松ですね。はい、来年はまた違うとこ行けたらいいなと思っております。4月ぐらいまでの予定ね、もうすでに宇宙遊泳さん、トノリムさんのねあれで出ておりますが、まあ全部にちょっと参加できるわけではないので、まだちょっと不確定ですが、また地方もねイベント行きますので、よろしくお願いいたします。はい、でイベントの帰りですね、まあ材木屋さん巡りもしてくるんですが、納品もいろいろしてきております。まあ仙台行く前、そして行った時、そして行った後ですね、はい、各店舗こうやって用意して納品書を書いて納品していくわけですが、僕が納品してね、すぐに店舗にね並ぶわけではありません。すぐネットで販売してくれるわけではありません。はい、どうしてもね、値札、そしてチェック含めていろいろ店舗さんの方でもね、はい、仕事があります。まあそのためね、しばらくちょっとタイムラグがありますのでお待ちください。用意ができ次第ね、店舗さんの方もSNS、 そしてホームページ等でね言っていただけますので、そちらの方ご確認ください。まあ店舗さんにもね、僕の方にもねメールが来ます。何を何本ぐらい納品するんですかとかね、何いくらのやつは納品してるんですかとかね、まあそんな問い合わせが来るんですけども、ごめんなさい、そこまでね個人個人にはね情報が言えませんし、ちょっと店舗さんにも多いので、さすがにその情報までは流せておりませんので、すいませんが、まあ店舗さんで並んだ後にね、はい、その情報を拾って欲しいと思ったら買ってください、行ってください。で、まあ個人的作家としてですね、はい、気持ちとしてはやっぱり店舗さん、実物を見て触って買ってほしいっていうのが作家の願いでございます。まあ公募説だけだとは思うんですが、本当ね違うんですよ。同じペンでもね、同じねシークでも違うんですよ。木目が違うんですよ。触った感じ、自分で持ってね、どこが顔でね、あ、いいな、良くないなとかっていうのはね、もうそうやってね、もう本当実物をやっぱり触ってっていうのが一番いいです。まあ、どうしてもねやっぱり店舗に行けない、イベントに行けないっていう方が、まあネットで買っていただいてということですね。はい、まああとはネットの情報ですね、まあ YouTuber さんが紹介してくれて、まあ使ってる方がね評価いろいろしてくださるんですが、その方たちが言ってることがね、自分に全て当てはまるかって言ったらそうでもない。まあ、すごい共感できる部分はたくさんあると思いますが、あ、そこは違ったなとかっていうこともね、僕もたたたたありますので、まあね、
まあ、そういうのがあるので僕は実物見てくださいって言うんですけども、まあそれでもまあそういう評価もいいと思いますので、まあそれも参考にしながらね、はい、ネットの方でも買っていただければなと思います。はい、でベースさんの方でね、僕の方も抽選販売するんですが、まあ、抽選販売のもの以外もメカとか固定式口金とかメンテナンスオイルとかね、自分で磨くペントレーとか、はい、ちょこちょこ注文は来ておりますが、うちベースさんのものに対してはスタッフ雇っております。で週3なんですよ。火水木の基本的に3日間臨時休業もあります。でね、臨時休業の時はね、前もってねアプリで操作してるんですが、どうも反映がうまくいってなかったりとかするみたいなので、はい、申し訳ございません。まあ基本的にはもう火水木だと思ってください。そして夜中とかまでいるわけではありません。はい、時間少ないです。そのためね、木曜日の夜とかに頼んでしまうと、はい、次来週の火曜日の発送となっちゃいますので、すいませんが、まあ、その辺ねお願いします。もしかしてね、木曜日の朝一で頼んでくださって、クレジットカードでもう決済が終わっていれば木曜日中に出せたりっていうこともありますので、はい、その辺はね、すいませんが、まあちょっとご理解していただいて、すいませんがよろしくお願いします。はい、そしてあとはちょっとイベントですね、はい、イベントですね、はい、イベント情報がホームページ、はい、ホームページですね、はい、ベースさんはね、ここのベースポチッとしてくださいね、はい、利用規約読んでくださいね、 YouTube ここからいけます。はい、取り扱いですね、ルーチェペン、フィーネペン、ペンシル、エクステンダーとありますので、はい、その横ですね、お知らせのところにイベント情報、はい、書いてあります。はい、でね、問い合わせが多くなってきたのがやっぱり東京インターナショナルペンショーですね。はい、まあ大体全てのイベントは大体1ヶ月半ぐらい前にねブログで言うんですけども、今回はまあ何がペンショーは終わっちゃいましたので、東京インターナショナルペンショーははがき募集がありません。はい、ないんです。なんでかっていうとチケット制なんですよね。はい、チケット制なんですよ。はい、はい、2022、10月の28、29、30日の3日間ですね。はい、チケットを買っていただいて、その方のみ入れるというやつですね。はい、金額書いてありますね。金曜日は4000円というマネースプレゼントがあるんですけれども、4000円のチケットを買わないと入ることすらできないという状況です。そしてまあ土曜日は午前午後と両方とも1000円で、30日は午前中が1000円で、午後は時間がちょっと少なくなるため500円となっております。はい、毎回ね全部売り切れますのでね、はい、皆さんなるべく早く購入お願いしますか。いつからだろう、いつから販売なんだろうな、でもそろそろじゃないかな、9月入ってからじゃないかなと思いますが、はい、インターナショナルペンショーの方をね、ホームページとかツイッター、インスタグラム等で、宣伝しておりますのでね、はい、そちらの方チェックしてチケットの方買っていただければなと思います。で、東京インターナショナルペンショー、はがきなかったらどうなるの。そうです、昨年もやりました、整理券を配ります。でね、入場時間書いてありますよね。はい、金曜日は午後じゃないや、普通に13時からですね。13時の時にはもう皆さんね結構並ばれております。はい、並ばれていますので、13時前にですね、僕の方が、公募説観覧したい方って言って一番最初から並んでくれた人からね順番に聞いていって、整理券お渡しします。はい、番号を振ってお渡しします。まあ、大体ね、60人ぐらい。うん。はい。金曜日は多めなんですけども、まあ、土曜日、日曜日は大体60人ずつぐらいの感じです。
昨年の感じで言うとね、はい、まあ1人20分、まあ大体15分から20分ぐらいでみんなゴロぐる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 回っていくと、まあそれぐらい見ていただけるかなという感じですね。まあ5分の方もいらっしゃいますし、20分の方もいらっしゃるという感じですね。はい。で、もう今年は整理券もらえなかった方はごめんなさいということで、はい。入場者数が多分200人ずつだと思うんですけど、そのうちの60人ですので、はい。しかもずっと並んでなくていいです。整理券もらったら番号を見ていただいて、僕のツイッター、イベント用のツイッターですね。まあ、昨年、その、整理券の番号をね、つぶやくためだけに、ツイッターをやり始め、まあ、そのツイッターを見ていただくと、あ、今何番なんだ、あ、お、あと3番、4つ目か、とかって言ったら、近くの方に来ていただいて、入り口のスタッフの方に聞いていただいてね、今何番ですかって聞いて、あ、じゃあちょっと待っててくださいっていう感じになってくるかと思います。まあ、それで去年はだいたい回せました。はい。まあ、去年のやっぱりちょっとトラブっちゃったのが、整理券をもらえなかった方ですね。はい。整理券どこで配るんですか、どうするんですかとかっていうのは、配り終えた後、始まった後ですね。はい、それがあったんですが、もう基本的に、並んでる方にもう最初に配っちゃいます。もらえなかったってことは遅かったっていう感じなのですいませんが、その辺はご了承ください。僕、公設、並びにね、ボランティアスタッフさんにね、整理券どうするんですかって言ってもね、なんともなりません。必ず配ります。並んでるところに配りに行きます。なので、その時にもらってくださいね。またこの件はね、東京ペンション始まる前に言いますので、はい。まあ、ちょっとお問い合わせがね、多かったので、ちょっと今ここでお話しさせていただきました。はい。そしてね、あとはもう来年の公展ですね。はい。来年の公展。まあ、こっちは会場の方ですね。はい。来年の公展はどうするんですかみたいな話は来てるんですけども。9月のね、次のね、川崎さんのイベントのものを今作ってる最中なんです。うん。なのでね、来年の個展のものをね、今作ってるわけでもないし、もうどうするかっていうのはね、もう今からお答えすることができない。申し訳ない。うん。まあ大体イベントのね、1ヶ月半ぐらい前から、その、はがきでの募集とかね、その辺、歌っていきます。はい。なので、ちょっと、待っとってくださいね。本当に待っとってくださいね。はい、必ずやります。はい、すべてのイベントをハガキで募集するって言ってるので、東京ペンション以外ね、うん、東京ペンション以外はハガキで募集するって言ってますので、必ず1ヶ月半ぐらい前にね、YouTube ブログでやります。なのでそれまでちょっと待ってください。でね、ハガキの後でしかね、募集のやつで皆さんにね、ハガキを送り返した後でしかね、なかなか商品紹介できないんですけども。もう、まあ、それがもうイベントの醍醐味だと思ってる際。でね、何を持っていくかっていうのはね、一つ前のイベント。うん。あと、次の川崎さんだったら、仙台へ持ってったものが結構重複します。はい。同じようなものが多いと思います。なのでね、仙台、あ、こんな感じで持っていくんだって、一つ前のイベントのね、陳列のやつとかを見ていただけるのが一番いいかなと思っております。はい。昨年のやつではちょっと古すぎちゃうので、はい。一つ前のイベントですね。はい。そちらの方の動画見ていただけるといいです。はい。こんな感じでよろしいかな？うん。はい。まあ、いろいろと頑張って作っておりますので、またイベント、並びにまたお店の方ね、納品していきますので、各取扱店舗さん、行っていただく。そしてまたネットの方で、ね、見ていただいて、買っていただく、もうそういう風にしていただければありがたいです。ではでは、よろしくお願いいたします。